アダム・アフジー・リアス1750から1837アーダム・アフセリウスはスウェーデンの植物学者であるリンネの使徒たちと呼ばれる世界各国で植物の収集を行った一人で西アフリカで働いたベステル・イエートランド地方のラーブに生まれた1768年からウップサラ大学で学び1777年に東洋言語の講師になった 博物学に興味を持ち、輪廻の有望な弟子の一人となり1785年に植物学の助手となった。1789年にイギリスに渡り植物学を学んだ。イギリスの外交団と共に新国へ行くことを断った後、1791年にイギリス領のシエラ・レオネに渡るが、健康を害し、1793年にロンドンに戻った。 1794年に再びシエラレオネに渡った。数ヶ月の滞在の後、フランス軍の攻撃で収集した標本と資材を失うが、ロンドンの友人の支援でアフリカ西海岸の調査旅行を続けた。1796年に多くの標本と共にイギリスに戻った。しばらく、 スウェーデン外交団のために働いた後1799年にスウェーデンに戻った。ウプサラ大学に戻り、1812年に薬草学の非常勤教授となった。1823年に輪廻の伝記を書いたことで知られる。豆科の紅葉樹の俗名、アフゼリアに懸命されている。アフゼルは植物の学名で命名者を示す場合にアーダム。 アフセリウスを示すのに使われる。ありがとうございます。